皆さんこんにちは東北楽天ゴールデンイーグルス田中和樹ですパーソルパリーグ TV 野球教室で僕がノーステップ打法の構えや動きを教えていますぜひ見てください大学三年生の時にまあ東京六大学で一緒にプレーしてきた先輩たちがいざプロに行くってなった時に僕もその高いレベルで野球がやりたいなと思って 本気で目指しました、まあもともと自分自身の野球の実力っていうのには、まあ、自信はない方だったのでやっぱ他の人と一つ違うところを作ろうってことでスイッチヒッターを始めて、まあ、そこがちょっと話題になった時にあいければいいなーぐらいの願望でした、まあ。打点を上げた時とか、 昨年一度だけあったんですけどサヨナラタイムリーを打ったんですけどその時はなななんか仕事ししててるなっていう感じになりました、まあ、僕は大学時代左打ちをやっていたんですけど同じ左打ちの先輩がプロに行けなくてあんなにすごい先輩でプロに行けないんだって思って。 このままじゃ僕もダメだなって思って両打ちにしました正直自分が完成されないままいざ試合っていう感じで臨んだので、まあ、未だにしっくり来るときと来ないときはあります僕自身まあ一つの強みを作ろうという思いでスイッチヒッターになって 結果、プロへの道が開けたと思っているので、全部が良くなればいいんですけど、なかなか難しいことなので、自分の一つ強みを見つけて、そこを必死に伸ばすのが、プロへの近道かなと思います。働いて笑おうパーソル